とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日もマイクラダンジョンズをやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。さあ、今日もやっていきましょう。タワーで出た新装備で、ボスラッシュ。今日使う装備は、これですね。ピンクスコーンドレル、トゥルバドゥール、星なき夜、羽、ドラ、キノコ。これですね。トゥルバドゥールがどれぐらい強いかはわかんないですけども、まあ、とりあえず、使ったことがあんまりないので、やってみましょう。それでは、まずはムーシュルームモンスターズからやっていきましょう。基本的にはこの星夜でガシガシ叩いていくっていうスタイルになると思います。星夜やっぱ強いね。しかも俺が持ってるこれが、とにかく強いと思う。かなりね、これ自信があるやつなんだよね。エコーがつくとめちゃくちゃいいよ。とりあえず、次行こう。では次行きましょう。大釜。まあ問題ないっしょね。ものすげえダメージ。素晴らしいね。次、名もなき者行ってみましょう。あれだね、一応ね、毒を食らった時とかは、ダメージが、結構減るから、そこはまあいいかな。あ、やっべえ。これは難しい。この装備では難しいぞ。うわ、マジか。ちょっと厳しいな。まあまあ、とりあえず、こいつら倒すか。ああ、厳しい。本当に。オッケー。行くぞ。オッケー。次、レッドストーン行きましょう。こいつはまあ問題ないね。ムーシュルモンスターズ倒せれば、もうこっちの方が弱いから、HP が低いのか。全然余裕です。問題は最後の方だと思うんだよな。では、前半戦最後。こいつだね。ま、問題は、あるかな？あるかな？一気に行かないときついから、ドラは2回目に取っとこう。まず最初の、こいつは、おい、殴るな。いや、久しぶりにこいつと、ガチでやり合うな。あ、そうか、クールダウン入ってるから、そうか、ドラ使ってよかったんだ。しゃあ。そうだ、ドラ使ってよかったんだ。オッケー、こいつこそはちょっとドラでいきましょう。おーい、ミスった。あらあらあ。ちょっとミスったら終わる。いや、でももう倒せるわ。もう早いよお前。どんな動きしてんの。早っ。それでは行きましょう。古代のガーディアン、ちょっとやりにくいかもな。厳しい。これは厳しいな。ダイナモの矢もないし、もう近接で叩くしかないからね。これは結構、あ、厳しいな。厳しい戦いになりそう。はい、こっち来て。 OK。とにかく、いや、なんで、何、トゲがついてる、もしや。ちょっと待って待って、やばい、トゲついてるっけこいつ。マジか。ちょっと待って、お前ら嫌なやつだな。エルダーがガーディアンもいるしょ。とりあえずエルダー倒そう。 OK。古代ガーディアン、そんなやつだった。それちょっと俺知らないんだけど、まあまあいいや。あと一発で沈めることはできるね。おい、トゲ付きかい。これ近接でいくとなかなか厳しいな。あ、バブルバースター出ました。ジャングルの魔物行きます。ちょっとね、エンダーマン倒しそびれて、なんか画面がジラジラのまんまなんだけども、あまり気にしないでください。まあ、最初は
ダメージが入らないから、ちょっとザコからいくか。おお、オッケー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 、そろそろいいか。いやー硬えな。うん、相変わらずの硬さだけども、俺のこの星なき夜には大丈夫、消化力があるから。よし、終わりだね。テンペストゴーレム行きましょう。この装備だからな、これは成功法で行くしかないね。倒していくしか方法はないかな。時間はかかるんだけど、これ確実に弱点露出させていくしか、ちょっと厳しいな。もうちょっとね、火力あるやつとかだったら全然いいんだけど、これじゃ無理。怒りだったらね全然いけちゃうんだけど、星夜はね火力はまあまああるよ、火力はあるんだけども、でもちょっと危ね、厳しいんだ。 OK、 あーいける。 OK、 おっ、いいんじゃない。あーダメか。OK、 かかるねこれ時間が。じゃあやばい、弓もね普通のワンパンのやつじゃないんで、これでも、ダメージ稼げないし、きつい。次はちょっとうまいことドラを入れて、 OK、 行きたい。行け、行けた。もうちょい、よし。普通に戦うとね時間が結構かかるね。では次は邪悪なレイスだね。どうだろう、いやいけるか、いけるね、多分出た瞬間に倒せるとは思うんだけども、大丈夫でしょう。いけ、あもう逃げるね。 OK、 ザコは全部倒した。よし、はい、おお、ハープクロス珍しいな。ではラスボスいきましょう。先手必勝と思って攻撃してみたけどもダメだと当たらん。わお、まずいな。先手必勝でね結構ダメージ与えようかなと思ったんだけど、うまく潰されたな。いけ、よし、OK、あー、危ない。虚無ってる、虚無ってるからすっげーダメージ食らう。いやー、カバンもなし、ワンパンできる武器もなし、これはつらい。辛くはないか、いけるか、いけるよね、特に問題なく、いけるいける。よっしゃ、俺のこの攻撃力があれば問題ないっしょ。いくぞ。ただここに入らなくて、うっそ、おいおいおい、うそでしょ。あーやだなー、やだなー、それ。よし、 OK、 ちょっと潜らないでくれる、おいでこっち。オッケー、いけ、チャンス、オッケー、よし、いいよ。ああ戻った。まあ次で倒せるね、次で倒せる。何が来る、うん、吸引か、大丈夫、オッケー。もう普通に行くとやっぱ時間かかるね。あと1回爆発、オッケー、いける。お、めっちゃ来た、むちゃくちゃ来てるやん。よし、 OK、 来い、最後だ。いやー、よし、終わり、おっしゃー。はい、倒せましたね、なんとか全部倒せました。何回か死んだけどね。
で、まあトゥルバドゥールどうなんだろうな。確かに毒とかこの虚無になった時とか、うん、あの凍結した時とかに復帰は早いのよ。でもそこまで必要じゃないかな。まあこのそのうちね、なんか絶対デバフ解除を早くしないと勝てないようなやつが出れば輝くかもしれないけども、まあ今現状ではそこまで、いい装備ではないですね。うん、まあ見た目はすごくかっこよくて好きなんだけどね。はい、ということで今日はボスラッシュやってみました。ということでまたやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。